デームサラストーリーは、イギリスの女子パラリンピック選手。競泳と自転車競技で活動。イングランドグレーターマンチェスター出身。体内時に、母親の子宮内で、へその緒が左手に絡みついたため、結果、左手を喪失した状態で生誕した。リーズメトロポリタン大学、スポーツ科学部出身。1992年から2004年までの間に、 行われた夏季パラリンピックに競泳選手として全大会出場を果たし、金メダル5個、銀メダル8個、銅メダル3個を獲得。そして2005年よりパラサイクリングの活動を開始。2007年、タンデム自転車のパイロットであり、当人のコーチを務めるバーニーストーリーと結婚。2008年の北京パラリンピックでは自転車競技選手として参加することになった。結果、 二種目で金メダルを獲得。さらに2012年に母国イギリスで開催されたロンドンパラリンピックでは四種目で金メダルを獲得した。2012年12月、デームの称号が与えられた。2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年。ありがとうございます。